洗濯天気予報をお伝えします。広い範囲で外干し日和となりそうです。まずは指数マップご覧ください。このようにですね、広い範囲でオレンジ色の OK というところが多くなっております。ただ札幌では心配ということで、日差しが届いても急な雨には注意が必要です。そしてその他にも注意が必要なところがありますので見ていきましょう。こちら空読みのポイントとなっております。こちら見ていきますと、ピンク色のところ北海道であったり東日本の太平洋側、そして沖縄本島など急な雨の可能性があります。このようにグレーの雲が見えてきたら急な雨のサインとなりますので、外干しされる方は空の変化要注意です。そして詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。ぜひご活用ください。